こう言っちゃ悪いけど、旅人とパイモンを除いてそこの二人に会ったのはこれが初めてだ。俺が立場をあまり気にしない人だっていうことを君たちは知らない。善悪、聖者、使命、これらのことは本当に重要なことなのか？極限の戦いや楽しい殺し合いよりも魅力的なのだろうか。主に見捨てられた兵器兵器になるのも悪くないんじゃないかな。戦いに沈んだ者は皆自らの意義と価値を追い求めている。そうなのか？君は俺の秘密に興味があっただろう。どうして俺が卑怯の排斥に抗うことができるのか、どうして俺がこんな複雑な戦局に対応できるのか。俺はただ木の根の隙間で戦ったことがあるだけなんだ。果てしない苦境、命がけの危険、それら養分を得ることでのみ俺はより早く強くなれる。俺が欲しいのは勝利ではなく磨くこと。自らを鋭利に尖らせ恐れられる存在になる。俺も君と同じ兵器なのさ。だったら君の追い求めている戦い、その終点は一体どこにあるんだ？終点を追い求めるのは終わることを望む者だけさ。俺は違う。そんな無意味なことなんて全く気にしていない。俺は戦うために生まれた。俺が生きている限り終点は現れない。俺の選んだ道はその一歩一歩が全て極限なんだ。戸惑いを捨てろ。悲しみと迷いを抱えたままでは無情な兵器にはなれない。